皆さんこんにちは。わらびーずの食育ニュースのお時間です。はい、今週のわらびボイス、わらび食育ニュースはどんな話題でしょうか。はい、あれパンジーさん、何かすっきりされましたか。いや、なんかあんま実感は全然ないんですけど、ね、どうしたんですか。断食3日、断食3日やりきりました。へえ。で、一言で言うとどんな感じだったんですか。なんてことなかったですね。なんてことない。いや、ほら、すごいお腹空いてもう身もだえしたとか。ああ、なるかなって思ったんですけど、あんまならなかったですね。なんてことでしょうか。まあ鳥山の野郎が来た時にカツ丼食いやがって。サウンドハウス鳥山ですか。ああ、それそれ。亀有の親父。俺は食うよ。俺は食うよ。食うよ。いじき、いじき言うかよ。電話してるわ。ちょっとね、目の前でカツ丼食われた時はちょっとさすがにカツ丼食いたいなって思いましたけど、それぐらいですね。大丈夫なんだ。うん。でどうなんですか、こう体調みたいな。なんかあんま変化ない。まあ強いて言えば、おしっこが近くなったから。はい、おお。へえ。まあ、俺にはかなわないけどね。かなえたくねえよ。30分で2回ぐらい行ってます。全然嬉しくない。飲んだより量より出るっていう。へえ。酵素断食言われたみたいですね。はい、そうですね。じゃあもう二度と食べることもないんですか、食べ物。食べるよ。ただいま回復食。3日断食やったら3日回復食。へぇー。何それ。3日断食やったら3日回復食。3歳ポーズ。3歳が楽しめる3歳ポーズですからね。いや、3回断食やったら3回回復食。なんか似てるよ。同じだな気がするよ。酵素断食というのがあるということですね。そうですね。ただ、まあ、やるときは、ちゃんとその専門家の指導みたいなのをした方が、うん、あと、まあ、体調ですか。そうですね。大事ですね。体調ボロボロなのに断食やったらもう多分とんでもないことになるじゃないですか、ね、そうね。そしてなんかでも遭難した人とかさ、うん、断食じゃん。まあそうだよね。閉じ込められちゃった人とか、うん、元気なの。だから3日くらいはね全然大丈夫ですよ。なんてことないですね。水分あれといっぱい飲むんですか。ああ、水分は飲みますね。なんか心構えとかないですか、これからやる人。あんま気を負わずに追うわ。スルッと始めていただいて大丈夫です。追うわ。やだわ。食べたいよご飯。食べないって意味わかんないですよ。何のことないんでご心配に。これから食べない食育ロッケンローラーパンジー関ということでね。売り込み売り出していきたいなと、はい、3日断食だったら3日回復食。意味違うからね、みんな覚えないでね。というわけで、酵素断食をやるとちょっとすっきりしたかもしれませんね、バンジさん。はい、なんてことはない、はい、が感想です。はい、なんだそれ。という食育、食べない食育、今週はお伝えしてました。また来週、バイバイ。見てね。食育ロックのわらびずです。はい、僕たちの最新動画がすぐに見られるお知らせがいくので、絶対チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録をしてね。チャンネル登録待ってます。あなたがチャンネル登録しなければ誰がするの。